キャストの吉田由美です、吉田由美チャンネルの時間です。ワイワイということで、今回はこちらに来ました。東京の有明に新しくできたポルシェのポップアップストア、ポルシェナウ東京です。ここが素敵な建物なんですけれども、もう目印はこれですよ。これ今話題のポルシェ初の電気自動車タイカンです。そして、充電器とかもいろいろありますし、1年くらいここにあるらしいので、ぜひ、ただ要予約らしいんですね。なので、事前にちょっと確認してみてくださいという感じです。カフェがあったり、車があったり、いろんなお店も置いてあるんですけど、もちろん最新のポルシェも楽しめるし、あと大きな特徴としては VR があったり、あとですね、ポルシェプロっていう方がいらして、もうポルシェのことだったら何でも教えてくれる、そういう方がいらっしゃるらしいんです。なのでぜひこちら来てみると楽しいと思います。あとね、面白いパーツとか使ったオブジェがあったりするので、それがいろんなところに、飾られてたんですけど、そこで T シャツみんな買ってました。そういえばこれもしかしたらお買い得っていうか、お早めになる。あとはカフェの、あとね、あれのスピーカーから音が聞こえるらしい。えこれね、あれすいません、このスピーカーから音が聞こえるらしいんですけど、っていうポルシェの、プレイリストもあるので、はい、それを今流していますね。はい、ありがとうございます。これ Bluetooth で飛ばしていて、結構低重音。この911の。これはリアルな、リアル？そうです。これ全部セットで？ここ一つの場所、そうですね。はいはい。使われてるやつです。はい。で中に入ってるってこと？へえ。ということで、でしかもお値段じゃーん、40万。高っ。そっか。これでもうちにあってもスピーカーだと思わないですよね。インテリアの一つですね。はいはい。スピーカーが鳴っています。